中国軍機から爆撃を受けた後の三上中国空軍の上海爆撃は第二次上海事変中の1937年8月に中華民国空軍により上海に対して行われた空爆である。中国側では大世界追弾無護案もしくは黒色星記録と呼称される。航空機が大きな役割を果たした第一次世界大戦後より1920年代にかけ 航空戦力の本質を構成として爆撃機による決定的破壊攻撃を説いたジュリオ・ドゥエをはじめ、ウィリアム・ミッチェル、ヒュート・レンチャードなどの制空獲得、性戦略的用地攻撃理論は大きな注目を集めた。1930年代にはそれらの理論は技術的にも可能となり、列強は文化比率で爆撃機を重視するようになった。そんな中、 満州事変以後、空軍の拡充に乗り出した中華民国は、アメリカ、ドイツ、イタリアなど列強各国からの航空機と、運用理論を貪欲に集めた。その中でも、大きな影響を与えたのが33年より、招兵されたイタリア軍事顧問団だった。小解析は彼らに、中央航空学校での教育のみならず、空軍再編計画をも依頼した。 この際、同国のドゥへの制空思想も伝わったと考えられている。1936年末、国民政府軍事委員会参謀本部は、1937年度の国防作戦計画を制定。その中の作戦指導要領で、中国空軍による戦略爆撃を立案したが、その中身は大型爆撃機にて、佐世保、横須賀などの軍飛行場を、 奇襲攻撃し、さらに、東京、大阪などの大都市を爆撃準備するというもので、当時の中国の軍事力では不可能であった。当時、中国空軍が保有する大型爆撃機といえば、マーチン B-16 機と中毒合作で得た、ハインケル HE1116 機のみで、後の大半は、ノースロップガンマ 2EC、ダグラス O-2MC などの軽爆撃機であったからである。 ただし、中国国内の戦場ならば、日本軍の航空機が序盤で展開できる数は限られており、内戦作戦で用いれば、集中使用しやすかった。露光橋事件後、公戦計画策定に携わった、軍政部次長の陳政は、日本軍の拠点たる天津、豊か台の航空基地を奇襲、徹底的に爆撃するという計画を立てた。事実、 上海攻略にあたる日本軍にとって最新鋭の戦闘機を揃えた中国の空軍戦力は侮りがたいものであった。戦力を無力化すべく当時キサらず、カノヤ航空隊に配備されていた最新鋭の96式陸上攻撃機38機の投入を決定、両航空隊をして第一連合航空隊を結成した。8月8日に九州、 カノヤ航空隊所属の立候が本拠地を離れ台湾に進出。これに先んじて中国空軍も南省に集中する旧古大隊の戦闘配置命令を下し、5日に空軍戦力を各地に分散させた。しかし台風によって両者は睨み合いのまま足取りを阻まれていた。13日、第3艦隊司令長官、長谷川清中将は 中国空軍に先制攻撃を加えるべく、第一連合航空隊を呼び、大連合の課が交渉、流状に出撃命令を下したが、三隻ともに台風のため、身動きが取れない状況となっていたため、翌日5時30分、天候回復するまで空襲を見合わすべきと発令した。一方、中国空軍司令、周至るやわらも13日に空軍作戦第一号令を発動。 これは、上海に上陸した日本軍、及び朝江に展開する日本艦艇を爆走した、空軍戦力をして壊滅させる計画であった。14日早朝、続く、空軍作戦、第2号令を受けたしばらく第三35中隊の巨、試練率いる5機のボート V92、コルセアが、家計橋を発進。続いて8時40分、安岐省、広則基地の空軍。 第2大隊に出撃命令が下り、同大隊所属のノースロップガンマ19機が、副大隊、町村霧三影将校に引きられ、上海へと向かった。9時20分、250キロ瞬発爆弾一発を、それぞれ爆走した、アメリカ製のカーチス・ホークさんを主力とする、第5大隊、第24中隊の8機が大隊長長機をもむろに、引きられ、要衆飛行場を発した。 10時30分、京栄清氏率いる第11中隊6機が候補校にいた日本の第3艦隊の機関走行寿命館、出雲上空に飛来し、うち3機が11時22分、250キロ爆弾6発を投下。しかし雲によって照準が定まらず、5発は川に落ちて巨大な水柱を起こし、残り1発はジャーディンマセソン社の倉庫に当たる。 出雲ともう一隻の軽重妙艦、川内は、降射砲の一斉射撃にかいで援護しながらおのおの、関西機を飛ばした。第八戦隊では、波が高く、関西機の使用不能と判断された。また、午前10時50分に戦闘機3機、爆撃機1機が、上海特別陸戦隊本部を、55分には、爆撃機5機が、五小置の第八戦隊を攻撃した。出雲、 川内の95式水上偵察機は午後2時45分、虹橋飛行場をそれぞれ爆撃、また後方方面の中国軍地上部隊を攻撃し、機関、上空警戒に当たった。同日午後4時、南から再び第5大隊、第24中隊3機、ついで第25中隊の3機が飛来し、フランス疎開と国際共同疎開を横切って、再び日本の軍艦への攻撃を開始。 日本側は、降射砲の射撃を続けた。雲の内外を飛び回る中国軍爆撃機10機を日本軍水上偵察機2機が迎撃したが、速度不足で射程に捉えることができず、旋回と出直しを繰り返した。大世界近くのチベット通りとモンティニー通りの 交差点付近への中国軍機の爆撃による民間人被害者中国軍機の爆撃による大世界前の山上1機の中国軍爆撃機から2つの爆弾がチベット通りとエドワード7世王通りの交差点付近に落とされた直後に巨大な炎と激しい爆発が起こり450人が死亡5人の外国人を含む850人が負傷し 12台の自動車が破壊された。さらにもう一発の爆弾が、キャセイホテルとパレスホテルの間に落とされ、爆発で12人の外国人を含む、数百人以上が死傷した。重量約1000ポンドとみられる爆弾により、半径50メートルの範囲が壊滅した。犠牲者の大部分は、その服は、完全に引き剥がされ、体はバラバラにちぎれた。 一つの遅延起爆型と思われる爆弾は、周囲の被害は限定的だったものの、コンクリート、石赤および固めた地面の層を貫通し、通りに幅3メートル、深さ2.4メートルのクレーターを作った。その31分後には、不助死の避難所となっていた大世界ゴラックセンターに2発の爆弾が落とされ、1012人が死亡、1007人が負傷した。 この一連の爆撃で、ノースチャイナデイリーニュース会計部長、ウィリアムズ、チャイニーズレコーダー指揮者ローリンソン、上海市参事会員にエスリン、プリンストン大学教授ロバート・カール・ライ・シャワー、南部バプティスト連盟の宣教師、フランク・ジョセフ・ローリンソンら海外洋人が多数犠牲となった。中国軍爆撃機の攻撃は、候補校の5章近くにいたイギリス海軍、従順洋館、 カンバーランド及び合衆国アジア艦隊機関である従順洋艦オーガスタの2隻にも向けられた。爆撃機2機の急降下はカンバーランド上空で行われたが、パイロットによる水平飛行への移行操作が早すぎ、爆弾を誤った方向に向けたため攻撃は失敗した。中国軍機は悪天候のため両方の艦船を日本の艦船と間違えて攻撃したとされる。また、 どちらの艦からも発砲はなかった。日本艦の対空砲火により、中国軍機は爆撃の最高度を保つことを強いられ、効果的な爆撃ができなかった。しかし、一つの爆弾は、後歩校の歩道側のアジア石油車の設備に命中し、一晩中燃え続けるほどの火災を起こした。午後5時、山崎良平三空層操縦、宮田明大尉偵察の95式推定は、祝。 大鳥神の操縦するノースロップ907号を射撃し黒煙を吐かせた。ついで第34中隊長、週にはカオル城上場のカーチスホーク2と20分間の格闘戦になったが、15発の命中弾を受け、形勢不利と見て雲の中に撤収した。また、森住夫ん空想操縦、藤岡与一一空想偵察の推定も、 両大鳥運上上操縦のカーチスホーク32410号を撃墜した。この日の戦闘において日本軍は関西機による中国軍機2機と艦船の降車砲により墜落した立体測りごと焼夷操縦のノースロップ1408号を加えた3機を撃墜したと発表をただし、宿広志新機は後部座席の認気も各順位を失いながらも帰還している。 一方同日、日本海軍は、台湾松山飛行場より、新田新一少佐率いる鹿のや海軍航空隊の96式陸上攻撃機9機、浅野く太郎少佐率いる8機を飛ばし、甲州や広里へ、都洋爆撃に向かわせた。しかし、近い江口より飛び立った、高志港中高を率いる第四大隊に迎撃され、新田隊は2機未機関、1機大破。 朝の隊は一気不時期機の存在を受けた。これは空中戦における中国空軍発の戦果となった。このことから戦後に8月14日は中華民国空軍の記念日空軍説に指定された。1955年に三軍共通の軍隊記念日軍人説が制定され、現在でも台湾空軍ではこの日に盛大なイベントを催している。16日。 中国空軍は6回、延べ25機で、上海、五小沖の艦船及び陸戦隊本部を爆撃した。日本軍は2機を撃墜したが、若干の被害を受けた。17日、中国空軍は、昼間5回、夜間1回、延べ40機で飛来し、陸戦陣地、洋稚浦飛行場陣地、出雲田艦船が攻撃を受けたが損害はなかったと、される。この日をピークとして、 航空船は海戦諸島の混乱を脱し、落ち着きを見せた。爆撃は25日まで行われた。この事件については、当日に、仏領事が、翌15日には、ヒュー・ナッチブル・ヒューゲッセン英大使、ネルソン・ジョンソン・米大使、ポール・エミール・ナジアル・仏大使がそれぞれ中国側に、空爆の抗議を行った。上海のフランス疎開港部局も15日夕刻に、フランス疎開上空に、 中国軍航空機が侵入することを許さず、そのような場合には有効適切な処置を取ると発表した。実際に16日にフランス疎開上空を通過した中国軍航空機に対してフランス中東軍は降射砲の一斉射撃を行っている。この爆撃に参加した者には特に処罰は下されなかった。しかし8月30日、今度は 公衆案に展開していた第4大二22中隊が米国民艦船プレジデントフーバー号を日本の兵員輸送船と誤認して攻撃船員数名が死亡する事件が起こったアメリカ政府は中米大使王政帝を国務省に召喚して厳重抗議を行い結果22中隊長の高光艦は銃殺刑 第五大隊長兼駆逐司令官の邸を収むおもむろに、軍籍剥奪処分が下された。事件から半年後の1938年と、周囲たる銃は、総レーとの抗争に負けて、失脚、空軍軍艦学校教育長に左遷され、爆撃の責任者であった朝廷もおもソ連、空軍志願隊の連絡要員に左遷された。しかし、総美霊が負傷して空軍への影響力が弱まり、 仙台人氏が汚職で失脚すると復権したウィキメディアコモンズには中国空軍の上海爆撃に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。